乗ればいいんだよね。乗ります。そうで盗んだバイクで走り出す。画面移動できないんだけど。ああ何なんか始まったんだけど、どういうこと、どうなってんのって感じか。楽しい。わあ、恐竜と共存し、待て待て、落ち、足速っ。この、あ、なるほどね、黄色いところがヒントになってるってことか。ジャンプして、この黄色いところ行けば問題ありませんよって感じね。オッケーオッケー、ナイス、ムーン。あー、ちょっと、ムーン取りたかった。こっち側で、速い、速い、速い。わーい、イエー。ビルの中に入ったはずなのに、どういうこと、多分 CG だよね。あ、また1個取れなかった。これ降りればいいか。降りて、ゲッチェット。あ、取れない。ムーンは、あれじゃ取れないんだね。バイクで大脱走。アトラクションだよ、きっと。VR だよ、きっと。それ以外考えられない。こんな広い建物じゃなかったし。オッケーと。あの1個ちょっともう一回取っときたいな。もう一回入ろっか。土管がある。失礼します。社員のなんか研修みたいな。そんな感じだよ、きっと。おー、出てくる。ちょっともう一回入って、あれ取りましょうか、ムーン。おっ、オッケー、ナイス。ゲッチ、脱走中の大ジャンプ。お、あったあったあった。こわー、なんだろうこれ、建設中なのかな。ゲッチュー、結構集まるね。行き止まり、鉄骨の中、15個。これで多分旅立てるとは思うけれど、ちょっとこの街が楽しすぎてさ、とどまりたくなっちゃうよね。あ、ここも入れる。ここは何の店。お、なんだこれ、ミニゲ、あ、スロットか。あっちーにゃから世界に広がるスロット部屋にいらっしゃいませっすな。一回遊ぶのに10コインお願いします。ファームは多分1回だけだろうけどね。さあ4つか、難しそうだな。これさ、横から行けたりとかしない？一気にバーってやっちゃえばさ、揃ってるもんね。だってこの状態でここ、あ、そうだよね、やっぱりハート、あとハートだけ。ハートの前はコインね。じゃあコインのところでやれば OK と。ここ完璧、イエッセイ、イエーイ、スロット揃った。あ、やっぱパワームーンで集めなきゃいけないんだ。オッケー、完璧、余裕だぜ。さあムーンゲッチュです、イエーイ。都市の国でスロットやろっと。すごい、むさぶり取られそう。一文なしになりそうで、こんなところで金使ってたら。ギャンブルはダメ絶対。さあじゃあ次のところは、これなんだろう。失礼します。ここ入ってないよね多分まだ。お、何、音符ブロック全部、あ、集めろ系だ。そういうことか。で時間内にここ入って音符をゲッチュすれば OK と。素晴らしい。あ、まだまだあった。 3D バージョンでもやんなきゃいけないのね。これ間に合わないんじゃないか。ほっ、いけ、ナイス。うー、嘘だろ。次から次で、これでゲッチュ。オーケー。あ、まだそっちも、嘘だ、嘘だ、嘘だ。制限時間ちょっと長いな、随分と。これで取っていく。もう大丈夫。オーケー、やっとだよ。ムーン。ちょっとなかなか難しかったね。焦らせやがって。ゲッチュ、個室で音符集め。2D になるとミュージックまで、BGM まで 2D っぽくなるのすごい好き。お、こんにちは。五輪師匠はすごいお方です。憧れから同じような帽子をかぶっています。あ、あの人が流行の発信源なんだ。それでみんな同じ格好してるのね。なるほどね。じゃあこっち側になんか光ってる柱が見えるけど、あ、いたいた、なにこれ。こう見ると愛らしいです。あ、ボスじゃん。こんな姿になっちゃって、キャプチャーとか出てきたよ。やったぜ。ゲッチュ、鉄くずに眠る宝。鉄くず言うなし。これキャプチャーとかできたりとかしないから、さすがに無理か。おーい、この人は何？ベースの人かな？こんにちは。どうかされましたか？どのようなご用件でしょうか？あ、紳士ですね。顔は同じだけど。おお、面白い。市長はいつも行動が早いですね。いつでも準備はできています。私も参加させてください。いいね。こう都合よく楽器が分かれてていいね。ゲッチュー。そしてまた構えるぜー。イェイ。ベーシスト参入。あとはボーカルか。ボーカルはギターかベースどっちかがやんのかな？なんでいちいちここに戻されるんだろう。残り一人、上の方から演奏が聞こえるって言ってたけど、すげえ人集まってんじゃん、すでに。同じ格好の人たちが。あと一人誰だろうな。やべえ、高っ、一番高いよ、ここ。うわ、すげえ。こっから滑空していくとかって感じなのかな、あそこの人まで。それしか行きようがないもんね。とりあえずジャンプしてゲッチュ。イェーイ、トップオブザニュードンクシティ、天下取ったで。すげえな、街が一望できんじゃん。奥の方にも建物はあるんだね。すげえなー。
でもあっち側には行けないと、なんかここだけなんか島みたいになってるんだよね、浮島みたいな感じで。これがニュードンクシティってやつか。ちょっと行ってみる。ここからジャンプで届くか。さすがに無理なの気がするけど、ここ怖いよ。ちょっと待って、高所恐怖症になっちゃう。これはこれでなんとか、ほなんとかいけ、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 いけそういけそう。これでふわふわしていっていけんじゃない、これ。いけいけ、よーし来た。ギリギリじゃねえかよ、めっちゃ。おーい、あなたどうやってここまで上がったんですか。こんなところまでわざわざ来られてどうなされました。頑張りましたよ、君探すの。ふむ、市長が。ラッパか。事情は分かりました。ボーカルはいないのかな。じゃあお誘いありがとうございます。フェスティバルに喜んでさ協力します。お願いします。いや、やったー。みんなお礼くれるんだね。なんて人情に熱い街なんだ。トランペッター参入。トランペッターか。また奇想天外なのが来たね。ありがとうございます。これで演奏者が全員揃えました。でも新たな問題が、地下の発電所が動いていないようなのです。でも電気ついてんじゃん。また別の電源なのかな。このままではフェスティバルが開催できません。もう盛り上がってんだからいいじゃね。ほらこの人なんか腰振っちゃってめっちゃ喜んでんじゃん。なるほど、地下の発電所。でもなんか整備する場所あったけど、あそこもう一回行けってことなのかな。こんにちは。地下の発電所へ行かれるのですか。大きなマンホールから入れると思います。あ、タクシーがあって邪魔だとか言ってたところか。あれだ。で、全員4人集めるとここが行けるようになるって感じだね。なるほどね、でっけえマンホール。何のためにこんな大きくしたんだろう。こんにちは。発電所を調べに来たのですが、マンホールが開かなくなっています。帽子の力がないといけないってことね。そして一体化。何をしたのですか。ここの仕組み知らないんだ。なのにあのケーブルとかね、ちゃんと設置してんだね。じゃあ入ってみましょうか。何が待ち受けてるか。よいしょ。まあ、ものすごい勢いが入ったけど大丈夫かな。お尻怪我しないかな。さあ、お地下の発電所 2D っぽくなってるよ。あ、なんかいる。あ、ドクパックンがいる。あいつのせいか。あいつを懲らしめればいいんですね。どっから入ればいいんだろう、これ。あれ出口になっちゃうよ。いいの、このまま入っちゃって。あ、ネズちゃん。ネズちゃんキャプチャーとかできない。届かないな。あー、恋になっちゃった。これは、ん?あー、なるほど。すげえ。一回転で止まる。あ、止まらないんだ。ずっと回転してる感じね。じゃあ、端の方、あー、でも一周だけか。あ、するじゃん。だんだん遅くなってくるって感じね。オッケーオッケー。あ、でも止まる感じだね。よし、止まった。これはちょっとゲッチュしといて、あれ届くかな。オッケー、ナイス。こっちが行こう。お、パックンくんいるよ。パックくんも一応倒しといた方がいいのかな。毒沼だから倒しといた方がいいか。めんどくさいし。よいしょ。消して消して、オッケーで見つける。オッケー。こっち側、これもコツンとして乗っちゃって、で毒倒して、回転してるから難しいな、コントローラーが。オッケー、ナイス。あ、踏まなくても蹴るだけでいいんだよ。で、これコインもゲッチュしとく。完璧。よし。で、こいつも倒して、ゲッチュ。オッケー。いいぞいいぞ。サクサクプレイでいく。あそこにコインがある。モスキートンがいる。そこにもコインがあるな。これさ、普通に実況中だとさ、気づかないことが多いから困るよね。編集中になんでそこ気づかねえんだよってパターンが多くて。こっち側やっていって、よいしょ。倒していく。モスキーも倒していく。これは回転させる必要があるけれど、先に乗って、あの紫コイン取ってから、あ、乗れない。ということ、いや、乗れるよね、多分。お、オッケー。よしよし。で、乗って、回転させないと乗れないだろうね。これゲッチュしていく。46か、なかなかいいね。で、このまま、これを回転さ、あ、2段階だと?これまためんどくせえな。乗って、え、なになに?あ、毒か!びっくりした。そんな少量の毒でもダメージ受けるのか。で、あ、止まっちゃう止まっちゃう、そっち側に行けばいいか。で、こっち側から、ピヨンニング。オッケー、危ない。うー、気持ち悪い、気持ち悪い。幼稚、やめろ。トラウマになるからやめろ、お前ら。で、やっていけ。やっぱ距離感がつかめないよな、このゲーム。で、ハート戻る。よし、回復回復。いいぞいいぞ。6あるのすごい十分にありがたいね。十分にありがたいねって日本語おかしいけど。で、しとって、これで、これは、あっちを回転させるのか。ポツンとして、縦回り急がなきゃいけないやつなんじゃない。間に合わない。お、結構食い気味で行って大丈夫。おっと、これでもギリギリかよ。すげえ危ねえ。よし、土管入りました。あ、市長、お先においででしたか。何してるんですか。どうやって来たんですか、ここまで。発電所が気になったので私も来てしまいました。マリオより早く来るなんて、すげえアクションこなしてるんだね。こんなところにまで怪物の仲間が来ていたのですね。何のためによ。
楽しいフェスティバルが始まるっていうのになんでこんなことしてんだろう。これは、踏んづけて、これ食わせて踏んづけるだけでいいんだよね。特別なことしなくていいはず。よいしょ、でかいだけで、のなしだ。俺のがのなしだった。やべ。よいしょ、で、踏んでいこうか。危ない、ギリギリ。よし、倒した。ムーンもゲッチュ。そんな簡単でよかったの？もっとなんかボス的なものいるのかなと思ったけど、後ろの方で応援してくれてるよ。これで動きますだって。ちょっと後ろの方のこれすげえ気になる。コインとか。これいける？あ、いけないじゃん。そっか、外側からだからってこと？しょうがないか。行くときにあんなのあったっけ？まあいいや、ゲッチュ。よいしょと。イエーイ！作業完了！ A 判定！じゃかじゃん！トラブル解決発電所！これで動かせるんじゃないか。パワームーンももね、動かせるだけ集まったしね。いけるんじゃないでしょうか。お？あ、割れたよ？いいの？これ割れちゃって。ボタンがあるんだけど。え、まさかあのボタンを押すと動かせるってこと？何その仕組み？パスワード制とかにした方がいいですよ、あなた。もし誰かが侵入してさ、押しちゃったりしたら大変なことになっちゃうじゃん。セキュリティがガバガバすぎる。まあ、仕方ないか。踏まないと押せないスイッチ。なんでここに作ったんだろう。もっと手元で押せるやつ作ればよかったのに。よい。あ、しかもヒップトロップじゃないと押せない硬さ。なんだろうこれ。わー、光ったよ。無駄な作り。あー、すげえ、運ばれてるよ、パワームーンが。そんなに大量に使うの？あのさ、飛行機動かすのにもキューブぐらい必要だったじゃん。それで動くのに。あ、でもこの街一帯の電気を賄ってると考えたら少ないぐらいか。ありがとうございます。発電所は問題なく動いています。いよいよフェスティバルが開催できますね。早速始めましょう。そうだ、せっかくの機会ですし、フェスティバルに参加して、あ、できるんですか？やるやるやる。何俺ボーカルもしかして。嬉しいです。よろしくお願いいたします。こんな得体の知らない小さいおじさんを入れていいのかな。やったぜ。フェスティバル、俺もなんかすんの？リズムゲーム始まりそうじゃない？伝統のフェスティバル。来たー！やべえ、演奏してるよ。みんな同じ顔の人が、同じ格好で同じ顔の人が。あ、すげえ、オイルだって、ドンキーコングじゃん。2D になってて、すげえ！あ、しかもなんかポスターが全部市長になってる。俺のポスターにしてよ、ヒーローなんだから。あ、しかもボーカルあなたなんですか。イエーイ！マリ、歌ってる。でてれたーって言ってるね。え、参加してって言ったら全然参加してないんだけど、遠目から見てるだけじゃん。すげえ紙吹雪舞ってるけれど、この国伝統のイベントだって。ゴールを目指して、あ、これがフェスティバルなの。盛り上がっていきましょう。俺がそれに参加してるってことか。ジャンプジャンプ。おすげえ、 2D になって、うわすげえ、バックを背景に、これで上に上がっていくと。何この憎たらしい演出。このマンションの周りの壁みたいなのが、あ、待って、ドンキーコング、ドンキーコング来た来た来た。いいじゃんいいじゃん、懐かしい。ダブル敵もドンキーコングなのかな。こっち側行く。あ、すげえ CM じゃん。 CM の BGM だ。フルで聞きたい。 CD とか出んのかな、サウンドトラックとか。うわ、これ難しい。普通のやつより難しいんじゃない、難易度。こっち、こっち着いて OK で上行く。ポン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 、真ん中たくさん来いか。いや、いいね、盛り上がるね、この BGM。 サウンドトラック買おう。で、このまま奥行って、何これ、クルリンパしてんじゃん。あのフラワー出てくんのかな？ってわけではない。普通に、あ、普通に歩けるんだ。重力仕事して、ニュートン涙目。それでこのまま入っていくと。OK、ナイス。で、こっから、おー、出ていくと。いいじゃん。フェスティバルに俺命がけで進んでんだけど、どういうこと？フェスティバルなのに命がけって。コイン取って、コイン取って、コイン全部取っておいた方がいいか。せっかくコイン集められるチャンスだしね。もう1000超えてんじゃん。すげえ。逆向きって結構。慣れるまで、視覚情報が追いつかない。オッケー、ナイス。この上とかいけない？いけないか。え、このまま行きます。めっちゃ応援してくれてありがとう。絶対無傷で優勝してやるぞ、俺は。で、このまま走っていって、クルリンパ、走っていって、下降りる。全部ゲッチュできなかった。難しい。よいしょ。よし、オッケー。コインすげえんだけど、これもう一回やりたい。フェスティバル何回でもできるのかな？あ、ドンキーコングいた、ドンキーコング。めっちゃ懐かしい、この画面。BGM はドンキーコングになんないんだね。よいしょ。あ、ちょっと早かった。危ねえ。で、こう行って、急に落ちてくるとか、はしごとかはないんだね。で、ここでと休憩所で休憩する。ハートなんかなくたって、俺は今のところ無傷だぜ。で、ここで、DK、ドンキーコングね。落ち着いて、リピートしてるね、これ、BGM が。いいじゃない。落ち着け、落ち着け。あのコインも取りたい。ほ、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 取れそう。ほ、落ち着いて、OK。
できるよ。これすげえな、まさにお金をたくさんくれるいいところって感じか。これを取っときたいな、せっかくだから。こっち側からで、オッケー、ナイス、全部取っていく。で、花火を避けて、ドンキーコンビ、いたいた、あいつ倒せんのかな、もしかしてキャプチャーするとか。よいしょ、できそうな気が。キャプチャーボタンは使えないよね、でも。っていうことは普通に踏む感じか、それともピーチ姫らしきものがいるのかな。あ、もしかして市長さんってこのドンキーコングにさらわれてた女の子かな、ぽいよね、グラフィック似てるし。これちょっと取って、オッケー、ナイス。これ怖えって、そういうことか、それつながりってこと、もしかして。すげえな、今さら気づくなんて。で、このまま行って、で、下から叩けばいいの。あー、くそ、ここに来て無傷の勝利ができなかった。ナイスで最後の一撃を、よいしょと。オッケー、いいね、股間を集中狙えば伝統芸能、いいぞ。で、こっから上がっていって、これでオッケーだよね、最後にクリアしていくと。いや、いい演出だわ、面白い、さすが任天堂。あ、で、ここに出るのね、ヒーローやってきましたよ、イエーイ。ちょっとこれダイビングしたいんだけど、ヒャッホー。あー、すげえすげえ、観客の上でジャンピングができる。いいじゃん、ノリノリじゃねえかよ、おめえら。いいじゃん、今夜は朝まで盛り上がるぜ、行こう。よいしょ、あれ、話しかけられない。フェスティバルに参加していただきありがとうございます。すいません、熱唱中に話しかけちゃって。これは私からのお礼です。何、お、ムーンか、ありがとう、3つくれる。そして構わず歌い続けると。そして構わずポーズを決めるマリオ。イエーイ、ゲッチュー。やばい、この街めちゃめちゃ楽しかったね。オデッセイらしさがすげえでした。伝統のフェスティバル、イエーイ。さてと、まだまだやり込み要素とかありそうだけどね、この年は。でもせっかく溜まったからね、次の年行ってみましょうか。次の年どんな感じ、そろそろクッパに追いついてもいいような気がするけれど。イエー、さあどうでしょう、いける、ほっ、お、いけた。何個集まったんだろう今回、すげえ集めたよね。20個ぐらい集まった。うわ、めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。じゃがじゃがじゃーん。お、もう半円ぐらいにはなってんじゃない ?78 から ?100 いくかな。おー、103! やったぜ、オデッセイ号がパワーアップ。どこら辺がパワーアップしたんだろうね。素早さが速くなってるとこあんのかな。でも塗装がちょっと剥がれたままなのが嫌なんだけど。せっかくだから綺麗にしてほしかったな。さあ、こっち側は何があるの、あ、島、行き先が分かれてる。またか。クッパは雪の国か。海の国、うわ、海の国めっちゃ行きたいな。でもな、暑い国ばっかだったから雪の国、雪の国めっちゃ綺麗そう。でも滑りそうで嫌なんだよな。とりあえず雪の国から行くか、順番に行った方がいいよね。雪の国だね、僕もそう思うよ。こんなところで何を見つけてるんだろう、クッパは。氷だから、あ、もしかしてお城作ろうとしてんの、氷の城。そこで式を挙げるか、式場を用意してるのかな、もしかしたら。やべえよ、やべえよ。時間が経ったら溶けちゃうよ。永久凍土とかさ、そういうのを使ってんのかもしんない。フェスティバルの熱気がすごかったね。よし、僕たちも頑張って追いかけないと、そんな遊んでる暇はないから。さてさて、これでも読んでおこうかな。旅のワンポイントは、走り幅跳び、これで覚えたのさっき。遠くまでジャンプしたいときや、走るよりも早く前に進みたいときは、走りながらジャンプしゃがんで、走り幅跳びで遠くまで飛べます。これ便利だね。だって、次に雪の国も調べておこう。いえ、寒そう。レースが盛ん、レース、商品は純白の、なるほど、ケーキか、ウェディングケーキの方か。氷の街だからね、アイスケーキとかなのかな。え、めっちゃ美味しそう。いいなぁ、俺も欲しい。お、雪の国パウダーボール。ちょっと吹雪になってんじゃん。スノボとかやりたかったのに。よいしょと。降り方がなんかもっとふわっと降りてほしいね。怖いわ。ケーキドロボーの、おきみやげ。え、なに、立つ鳥濁しまくりなの、何を置いてたんだろう、脱粉したのかな。え、すげえ震えてる。あったかい格好すればいいのに。あ、なんか矢印あるよ。何、あ、オデッセイ号のマークか。でもこっち、ほら、絶対あると思ったよ。今回はあれだね、結晶のマークなんだね。2個。50個ってことは結構小さいところなのか。水の国みたいに。よく進むぜ。これ落ちたらまずいよね。これは抜け、壊せる。氷って初めてじゃない、そう、砂漠の国が寒いところだったもんね。あれ、これどこ行けんだ、道がないぞ。あっち側、これもしかして下降りなきゃいけないの、でも下になんかあるっぽいから降りて大丈夫かな、降りてみようか。ほっ、怖っ。で、こっち側にも何かありそう。なんだここ、なんでこんな吹雪吹いてんの、これもクッパのせいなの。うわー、え、
これ、上昇気流に乗っていけってこと？すげえ。これで一番上まで行くと、オデッセイ号までどうやって帰るのか分からなかったけど、これで行くってことね。なるほどね。こっちがなんかありそう。めっちゃありそう。お、あ、なんか氷、でっかい氷がある。あ、なんかある、なんか、あ、溶けてないとダメってこと。じゃあクリア後ってことなの、ここ。多分カカシ君いるしね。あ、だんだん動かないとだん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 凍っていくんだけど。やべえよやべえよ、死んじゃう死んじゃう。違う、これも多分上昇気流かな。だね。便利だね。で、何かある、氷の柱。うわ、怖い。でも滑らないのがまだね、良心的だな。あ、沈む、危ねえ。水に浸かったら、こんなとこで水に浸かったら死んじゃうよ。冷た冷た、すぐに出ないと。多分ダメージ受ける感じなのかな。こっち側、どっちだ。マップ見て、左上だからこっちから登っていくのね。じゃあ先にこっちから行こうか。お、キノピオ隊長、こんなところでどうしたの。雪崩に巻き込まれたのかな。ものすごく寒かったので必死に隠れたら雪に埋まっていきました。そんな笑顔で言われてももう死ぬ寸前じゃねえかそれ。でも中でパームを見つけましたよ。どうぞ持って行ってください。あざっす。よいしょ、ひゃー。あー、この街も綺麗だね。オレンジ色なんだ。寒いキノピオ隊長。もしかしてキノピオ隊長ってどこにでもいるのかな。毎回先回りしてんだね。逆ストーカーみたいになってる。お、中間地点あった。アイスロックの上だって。なにこれ、あ、なんか埋もってる、埋もれてるよ。なにこれ、雪の中から、あ、穴落ちちゃったよ。なにここ、ここが雪の国への入り口とか、そんな感じかな。わあ、あったかそう。